木明人と、この面々がスターティングメンバーに名を連ねました。共に走って、そしてよく戦う両チーム。神戸が中央の山口蛍、そして大崎ダイレクト、ここはスルーして、さあゆるきだ、ゆるき、ボックス入った、ゆるきの左足、ナイスキーパー。ここはいい反応を見せました孫文君。長木もいますが縦につけようかというところ。さあ前向いて右足グッター、ここはナイスキーパーです前川。そしてここは畑です。まだ湘南、中に入れてきました。よく触った、よく触ったという感じはしますよね、はい、さて、直接狙った、ハッスルが決めました。先制点ヴィッセル神戸、直接フリーキック、ハッスルです。しっかりとコースを狙ったカーブ、はい、でゴール左隅に、そうですね、このコースはなかなかね、キーパーとしては取れないコースですね、はい。少し押し込まれていた神戸ですけれども、フリーキック直接ハッセルを叩き込んで、今シーズン嬉しい初ゴール、神戸先制1対0です。あ、ただボールが転がってきた、武藤前向く、スイッチ入れて、ゆるきもいますが、武藤からのパス、ゆるき、こうや一気にカウンター一戦。町野、鈴木明人もいますがどうするか、町野直接狙った、よく止めました前川。まだセカンドボールある、阿部に託してからパス、さあ中央、おー、ここは初戦、ただ流れていった、パスを出す石原清和、まあ、中盤ではね、本で収めた時に山口選手、おー、ゆるきだ、ゆるき、ゆるきが入ってきた、ゆるきのシュート、セカンドボールはどうか、ここはパンチングで書き出しました孫文軍。神戸ボールです、武藤からのスローイン、引き出して大迫、3人が行く、あ、ただまだ行く、さあ流れてきた右足、最後は山口蛍、粘って苦しい時間帯、追加点はヴィッセル神戸、スローイン、自分たちのマイボールにして、ここからの見逃さないですよね、はい、この大迫選手が前に入ってスローイン早かったですね、はい、まあ、ここのキープと最後粘りながらね、はい、しっかり山口選手にボールを届けたという、最後のフィニッシュもそうですけども、ここよく残しました ね、はい、そうですね、3人いたんですけれども、はい、山口選手もしっかりとね、はい、冷静に慌てずにコースに、はい、逆サイドにっていう、もう本当にシュート、バラダからですが、ちょっとここは繋がらず、狭い局面、パス交換、ここで試合終了の笛、ヴィッセル神戸2対0。ここホームでは